町港で軽く釣りしていこうと思います。2日目も戻ってきました。昨日と同じ場所でぶっ込み釣りやっていこうと思います。今回はリベンジです。今日こそはいい魚釣って帰りたいと思います。改めて昨日の場所到着しました。ここから竿を準備して釣り頑張ってやっていこうと思います。今日はいい魚釣りたい。竿の準備ができました。1本目はアジ投げてきます。2本目はイカタン投げてきます。はい、移住します。ここで住んでください。でも34はいかない、 33.5 ぐらいかな。33にしよう。これは取れる。これを取れる。これは取れる。やったぜ。何かが。
スイッチに動くのは何だ。なんだろう。騙し騙しかな。いや、そんな大きくないですね。ちゃんと、なんだろう。いや、全然、あの、A です。なんか、理解してくれてるみたいで、ちょっとずつ寄ってきてくれます。久しぶりに、理解ある A が、寄ってくれたと思います。そうですよね。今日、俺、甘く見積もってきてたんで、ギャフ持ってきてなくて、でかいの釣れたらもう切るしかないな。そうですね、あ、これかーって思って切るしかないかなと思って。サバまだ来てないですもんね。昨日釣って照らすと足元ペタペタいたんですよ。もうあとちょっとじゃないですか。
でかいかな。中途半端っぽいっすね。この大きさで魚だったらやばいっすね。あ、本当ですか。最高ですね。はい、それ。ああ。染めか、いいな。ちょっとそっち行っちゃおうかな。はい。タモ？あ、タモしかないですね。はい。けど、多分入んないです。入れないですよね。何エイだ？星エイか。よかった。なるほど。よっしゃ。2日目の釣行が終了しました。今回は水釣りで横ザメも釣れたし、話しましたけど星も見ることができたので良かったと思います。足元でウーさんが釣れたり、水釣りでサバも釣れて、結局朝は釣りをすることなくいろいろ巡って今岡田湖を戻ってきました。今回はいろんな魚が見れて、いろんな引きを味わうことができて、2日間いい釣行ができたと思います。定期的に大島に来てますけど、これだけ多くの引きが楽しめたのは今回が初めてだったかもしれません。これからちょっとタックルをちゃんと見直して、いい戦いができるように頑張ってやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。